はい、どうもお疲れ様です。11月28日木曜日の朝6時です。今日を含めて2日間だけですね。明日が最後の最後の最後です。今年も本当にお疲れ様でした。で、今日はね、今年最後の最終決済が起きたところを見ることになりましたね。それがこの流れです。これね、まあ最終決済って言ってもどっちに触れるのか分かりませんし、バランスが取れて動いてないように見えることもあるんですけども、今回はこれですね、円高の方向に最終的に決済が起きて、これがだから現金化されたってとこじゃないかなと思います。だからここからね、新規でエントリーをしている人っていうのはちょっと考えられないんで、多分含み益なり含み損を決済した人が多かったんじゃないかなと思いますね。それが今日たまたま見られたってことです。ですので、これに対して反発して何か新しいエントリーが起きるってことは期待しない方がいいです。何も起こらないと思います。はい、でニュースの方を確認していきますね。ニューヨーク原油概況、 FRB の来年3月の利下げ開始織り込む。ああ、これね、これも影響してるかもしれないですね。だから年が明けて来年の3月には利下げが始まるんで、円高の方向にちょっと動くかもしれないなと。要するに130円台じゃないですか。141円を割って、140円を割って、139円とかに入ってくるんじゃないかなと思いますね。まあでも円安の動きってのは基本的には変わりませんよ。それこそ145円とか150円にはいかないと思いますけども、でもね、まだまだ円安ですから、130円台でも。どこでバランスするのかなってところでしょうね。はい、それではカレンダーを見ていきましょう。もう今年最後のカレンダーチェックかもしれないですね。今日木曜日はもうちょっとしたらスーパーの販売実績とか出ますけども、まあもうね、大きくは変わらないでしょう。ただ発表が形式的にあるよっていうことだけでいいと思います。金曜日ももうね、ほとんど何もないで終わりますね。はい、というところでございます。それでは本当にね、終わりですね。また新年明けましておめでとうございますの時期にいろいろやることになると思います。それからね、 FX オリガルヒに参加されてない方ね、やっぱり参加された方が私はいいと思いますね。別に私が儲かるからっていうだけじゃなくって、参加した方が儲かる可能性ぐっと上がりますよ。これとりあえずは FX で資金が増えていくっていう世界に入ってもらいたいと思いますよ。その方法についてはまだね、この年末年始で作ろうと思いますけども、結局あれでしょ、毎月毎月10万円が13万とか15万になればとりあえずは御の字でしょ。でそのペースがつかめたら、今度はね、なんとか資金を作って100万を毎月毎月130万とか150万にするようにしていけばいいんでしょ。そしたら毎月30万とか50万の利益を抜いていくことができるわけじゃないですか。でそれでとりあえずは生活を安定するんじゃないかなと思うんですよ。単純にそれだけなんですよ。勝ち越すことってそんなに FX って難しいですかね。勝ち越すだけでいいんですからね。勝ち越せるようになったら、あとは資金を自分の欲しい利益分だけ調整していけばいいわけでしょ。で、それを扱える精神力を身につけていけばいいんで、それで終わりですからね。で、そのために必要なのっていうのは、基礎用語を暗記することと、テクニカルの4つの法則をきちんと扱えるようになることですからね。で、FX オリガルヒは年間で1500回ぐらいこうやって動画更新してますんで、多分解消できない疑問はないですよ。もちろん私に直接メッセージを送っていただいても、その疑問には即お答えしますからね。待たせませんからね、すぐ返しますよ。この年末年始でご決断していただければいいんじゃないかなと思います。それではお疲れ様です。